バーハムとレトとキッチンの仙太郎です。今日は何するんですか？はい、ということで今日はですね、ちょっと重大発表がございます。やめる？やめる？違う、ちょっと待って、なんかそんな楽しそうにやめて、その俺がやめるかもしれないのを楽しむのやめてくれる？やめないね。なんなのその顔は。短い間。いや、やめないよ。やめないよ、やめる理由がないよ。で、なんですか？はい、ちょっと重大発表がございます。はい、車屋さんやります。え？車屋さんやります。急に？車屋さんハムさ、めっちゃ頑張ってるじゃん。それはそう。確かに。サーキットをさ、走り始めて、もう首都高も行って、で、まあ、いろんなバトルもして、耐久レースも出て、もう車屋さんやる以外何も残ってないでしょ。やるよ。そういうところまで僕ら来たんですよ。秋葉原でやるんですか？秋葉原です。多分車屋さん秋葉原ないんじゃない？でも見たことないですよ。だよね。なんで、うちらが多分一番最初に秋葉原で車屋さんをやることになるんではないかと思う。いつからやるんですか？2022年3月1日からやります。あと1週間しかない。そうですね。そうなんですよ。場所とか大丈夫ですか？それがもう秋葉原に押さえちゃってんすよ。いやー、さすがセントラ。いやあったんよね。あったから。あったんよ。ドジ服カフェのエアコンの修理をしてる時にちょっといろいろあって見つけたんよ。物件を。今年の冬すいません、もう女子服カフェエアコン壊れて大変だったです。もう治りましたんで皆さん来てくださいね。で、まあ実際にじゃあね、その車屋さんっていってもいろんな業態があるんですよ。で、その中で何をやるのかっていうのをこれからご説明させていただきたいなと思って今回の動画なんです、はい。すごい、楽しみ。せーの、Here we go。 はい、それでは車屋さんをやっていくということなんですけれども、ちょっとこの動画今回はですね、ある方に登場していただきたいと思います。ある方？誰？急に謎めいてるんですけれど。いやーもう、どうせ聖太郎さんの息子さん。急にね。急に登場して。でもそれはそれだけ面白い。息子だけは近づけない。じゃあちょっとね、ゲストの方にご登場いただきましょう、はい。ゲストはこの人です。どうぞどうぞ。こちらへ、こちらへ。あ、じゃあレトちゃん間に入れてあげてください。そんな入れ方ですか？こんなに、こんなに、あの登場する側に対して受け入れる側の下手さよ。誰もいない。はい、ということで今回はですね、リーゼさんに来ていただきました。ハムはね、もう会ったことがありますよね。僕らが YouTube チャンネルをやっていまして。めっちゃ成功してるじゃないですか。成功してないですよね。いやいや、超来てます。なんですけどね、はい、なんか、でもその中でも、自己紹介をお願いいたします。はい、セクター1のリーゼと言います。今、イタシャのデザインとかで SNS 上で、活動させていただいてます。リーゼさんって本名なんですか？違います。なんだ。純粋な日本人なので、リーゼというのはハンドルネームです。あ、なんちゃらリーゼなんちゃらさんかと思って。違います、違います。え、由来はなんでリーゼにしたんですか？あ、僕オタクなので、はい、好きなキャラクターから名前をちょっと拝借しまして。なんですか、キャラクターは？魔法少女リリカルナノハという作品に出てくるキャラクターの名前です。ここで奇跡の魔法少女が出ましたね。あの、秋葉原ではね、僕ら簡単には言えない言葉なんでね、魔法少女。あ、自動車事業で魔法少女言うのは別に何の問題ない。あ、はい、わかりました。別に、だからこれからはあの魔法少女リーゼで、はい、そこなんですけど。リーゼさんは、はい、デザイナーということでまずよろしいですかね？そうですね。はい、セクター1というブランドを持っていて、自分でイタシャのデザインだったりとかをしているんですけれども、はい、あのレトちゃんもよく知ってるあのハムスター、はい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 、あの車あるじゃないですか、はいはいはい、あの車をデザインしてくれて。え、あ、そうだったんですか？そうです。わ、すごい。そうなんですよ。ハムスター本当にもう日本中どこ行ってもなんじゃこりゃ。いや、本当に今秋葉原ってイタシャいっぱいいるじゃないですか、うん、で、イタシャがブンブン走ってると思うんですけど、まあみんなもう景色になりつつあると思うんですよね、うん、もう当たり前のように、うん、でもうちのハムスター来ると未だに写真撮られます。いや、ユウ様とかでもたまにイタシャの方いるんですよ、はい、だけどハムスターには勝てない。他にもあのたくさんのデザインをされてるんですけど、はい、まあ、そのリーゼさんに今回当社に入社いただきました。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。すいません。はい、それと同時にですね、セクターワンというブランドもうちの会社の中の事業として展開していくとこういうことになったんです。これからもマジカルロリポップとセクターワンということで、はい、いろんなことをやっていきたいなというふうに思ってます。もう何でも聞いてください。これからやろうとしてることもう僕らめっちゃ打ち合わせしてるんで、はい、ん？何？聞きたいことがこういっぱい出てきて、いいよ1個いいよ、じゃあ1個でもいいよ。いつからそういうのってやられてるんですか？あ、だいたい7年前ぐらいですかね。そのぐらいから、データをいじり始まりまして、でそこからデザインを始めてるような形になります。へー、すごい。今までになんかどのぐらいデザインしてきたんですか？ざっと台数はだいたい150台ぐらいですかね。そんなやってんだ、はい、個人のデザイナーでイタシャのデザインそんな、ね、100台とかってやってる、そんないるもんなんですか？いや、多分いないと思います。ですよね、はい、このイメージってイタシャってやっぱりそのアニメとか、はい、まあ、そのゲームキャラクターだったりとかそういうのを、まあ、載せていくわけじゃないですか、はい、データの上で、はい、当然好みとかあと知ってる知ってないとかいろいろあると思うんで、はい、そんなたくさんやろうにもいや知らんしできないみたいになっちゃうのとかあるのかなと思うんですけど、はい、まあ、僕自身もオタクなんで、例えばユーザーさんがこの作品をイタシャにしたいということであれば、うん、僕が分かってる場合も非常に多いので、うん、世界観を表現したりもできますし、分からない作品であれば勉強することも多いです。でもさすがにあのメイドカフェの店員さんをやっぱりあの僕らのやつデザインするときもやっぱ動画見たりしたんですか？あ、そうですそうです。あ、でもそうなんだ。それで僕ファンになりまして、やっぱファンになったからこそあのデザインになってくるっていうことなんですね。そうですね、夢かわいい、はい、というのがテーマにあると思ったんで、はい、まあ最初は夢かわいいってなんだろうって思ったんですけど、うん、まあそれらしいデザインに近づけたんじゃないかなと僕の中では思っています。夢かわいい車が今のサーキットではバチバチに走ってるの、はい、いいんですよこれがね。今までにこうデザインしてて、はい、あの難しかったこととかこれ大変だったなってこととかありますか？マジカルリップさんのいたしはかなり難しかった。何が難しかったんですか？あのキャラクターだけではなくて、その後ろに例えば、模様とか文字とかそういったものを含めてデザインをするんですけど、アニメのイラストとかであればそういうデザインと整合性が取りやすい。背景も二次元のイラストだし、キャラクターも二次元のイラストなので合いやすいんですけど、三次元のハムさんがこういて、そこに合う背景のデザインって何なんだろうっていうのが、今までどうしてもイラストベースでやってきたので、まあ、ちょっと考えましたね、はい、一番難しかったかもしれない。150台やってきてん。そうです、はい、まあ、これから多分マジカルロリポップセクター1でイベント開くっていうのをやっていくと思うんですけど、はいはいはい、多分イベントに出始めたあの自分のデザイン、はい、そういうのっていつ頃からなんですか？5年前ぐらいですかね、に友達にやれないかっていうふうにお話しいただいて、でそこで初めて、デザインをして、実際に貼ってもらった感じになります。例えばそれでこう賞を取ったりとか、あ、そういうのとか、はいはい、うちではつい先日ぐらいにトロフィーが100本超えまして。100本？ 100本超えました。150分の100って大体すごいですよね。100本どこに収納されるんですか？それぞれで、皆さんで。あ、そういうことか。はい、イタシャイベントって行ったことないんですよ、私。あ、はいはい、なんか皆さんが行ってるのをめちゃくちゃ楽しそうだなと思って動画で見てるんですけど、はいはい、なんか行ったことないから、なんかそういう風にショーがあったりとかっていうの知らなかったので、うん、あ、イタシャのイベントといいましても、うん、とにかくカスタムに振ったようなイタシャが集まるイベントもあれば、単純に作品が好きでオタクで集まるイタシャイベントもあって、うん、でハムさんみたいにサーキットを走るのをメインにしてるようなイタシャオンリーの壮行会みたいなものもあるので、うん、まあ、本当にいろいろなジャンルでイベントがあるような形ですね。このセクター1では僕らはもう本当にがっつり走る人、おからもう本当にイタシャにこれからこう入門していくっていう人、うん、もう全て対応していきたいなというふうに思っております。ということはイタシャのデザイン屋さんが専門？僕も、自動車整備の実は、整備士の、資格を持ってまして、うん、イタシャのいわゆるデザインだけではなくて、うん、車のいわゆる整備だったりチューニングだったり、うん、それこそハムスターの、メンテナンスとかも、できるようにしたいと思います。
秋葉原にいた車でいらっしゃってる皆さんは、もう よかったらうち一回寄ってくださいみたいな。例えばじゃあもう本当に消耗品でブレーキパッドなくなっちゃいました、あうちで買えますよ、オイル交換うちでやりますよ、デザイン変えたいデザインしましょう、貼りたいな貼っちゃいますっていうところまで全部。すごい、秋葉原に来れば大丈夫。いやもう本当にそうなんですよ。場所としてはシャルムの近くです。お、うんうん、もううちら歩いていけるけど、ね、行けますね。そう、ただ、はい、それだけではないんですよ、はい、さらにさらに展開したいことがあるんですよね、僕らはね。はい、はい、今、イタシャっていう文化は、うん、実はその日本だけではなくて、うん、世界中に広がってる文化なんですね、うん、まあ、それで、セクター1のお客さんも実はちょっと海外の方からも声かけをされることがある、すごい。でも海外の方ってアニメ好きな方多いですもんね。そうです、そうです、確かに確かに。アニメ好きな方が多いということは、はい、イタシャやりたいという方もいるんですね、一定層。僕の考えでは、海外進出を、ね、はい、海外行けますか。声がいける、いける、やばい、英語勉強しなきゃいや今から間に合うからね、あの英語を勉強してもろて、はい、これでも結構ガチな話で、車って世界中で売ってるもんだし、うん、アニメも世界中で見られてるし、うん、ラッピングも世界中やってんだから、うん、僕らも世界中で仕事しようっていう話なんです、はい、これからなんですけど、まずあのセクター1の YouTube チャンネル、これからちょっと作っていくことになりました。はい、はい、でここではまたそのイタ車とか、まあ、その車にこだわった部分とかいろいろとやっていきたいと思うんですけど、もちろんあの僕らお、いいですか出ます。あとはそのリーゼさんからそのイタ車の文化を広めてもらうっていうインフルエンサーにもなってもらいたいなと思っていて、はい、そのチャンネルを見ればイタ車が何ぞやっていうのが分かるようなチャンネルにもしていきたいなと思ってます。他にもね、あの SNS の方もいろいろと始めていきますので、まあ、もう出来上がってれば概要欄に貼られてますので、ぜひそちらもまあ登録と、チェックをお願いしたいと思っております。はい、あ、そうだ、あとさ、レトちゃんさ、はい、モデルやっとるやん、そもそも。確かに、コスプレやってますもんね。あのセクターバーはオープン時からすでにモデルがいるっていう。フォロワー何人、フォロワー何人。3万います。3万います。ほんとに、はい、イタシャの横でこういろいろやってよ。あ、やりたいんですよ。だよね、やりたいです、やりたいです。カメラマンやりたい。デザイナーいる、カメラマンがいる、モデルがいる、黒人がいる。それでもう世界が飛べますよ。はい、まあ、最後メッセージをなんか。あ、そうですね、はい、まあ、これから始めていく YouTube のチャンネルとか、すでにあるホームページとかも更新して、イタシャをこれから始めたい、ちょっとイタシャってよくわからないなって方のための、チャンネルとかサイトでもありたいし、今もうイタシャをやっている方も、もっとイタシャについて知りたいとか、もっと深く掘り下げたいという方にも、ぜひ見ていただきたいので、応援をぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあまあそんな感じでやっていきましょう。はい、はい、これからぜひよろしくお願いします。お願いします。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。